はい、まずスタート、ですねスタート3番の松坂選手が取りましたね、えー、松谷選手と3番、7番、神奈川勢が前ですね、えー、その後ろですけども、今1番の小林大輔選手が取ってますから、4番の森田優也選手がこれから、えー、上昇してきますね、4番、1番の関東勢ですね、えー、そしてその後ろなんですけども、えー、これから6番の柳田選手が。 上昇してきますね今日は短期ということで、縦、まあ、足もある、突っ込むガッツもある、まあ、この柳田選手っていうのは、これからね本当、魅力な選手ですよね、まあ、本当、やっぱり先方的にチェンジしているので、まあ、落車っていうのもね多くはなってきているんですけども、もう本当、えー、何度でも立ち上がって、ねえー、来る選手なので、まあ、こういう選手は本当、素晴らしいなと思いますね、まあ、柳田選手、トップスピードも高いですからね、日々練習も、えー、多くやってますので。 まあこういうい大舞台で結果がね出ることを祈って本人は頑張ってるんですけどもまあもう1人のねえ短期8番の伊勢崎選手はねえこれから前の方に行ってえ神奈川勢の後ろにまずは位置してますよね、一崎選手も縦足のある追い込み選手なのでやはりコースが開けばレーンに絡んでくる,来るね。 可能性は非常に大きいですよね、うんえー、そして最後方に5番の新山選手率いる東北勢ですね、えー、後ろの山崎選手も縦足ある、まあ、最近は番手に走るレースも多いんですけども、まあ、縦足は健在なので、まあ、ここは、えー、本命というところですよね、えー、そしてその後ろにマ、えーク突っ込む技術もある縦足もあるまくりも、ね、備えている大槻選手、えー、の、えー、東北勢というのは まあここは本命角のラインなのかなと思いますね、残り2周のかばですけども、新山選手が、ね、抑えてきます、それに見る形で、えー、森田選手もねここは前に伺かうところも見せるんですけども、うん、新山選手がもう抑えていますから、まあ、ここは新山選手もね、えー 松坂選手、まあ、先行はないなと思っているようで、まあ、打賞から仕掛けていきますね、少し遅めに行ったんですけども、松坂選手も結構踏んでるのでね、うん、あどうするのかなと思ったら、番手で粘りましたよね。 この辺の辺前々のレースっていうのが非常に松坂選手、最近好調ですからね、冴えてるなぁとも思うんですけども、も、まあ、気持ちが表れてますよね、山崎選手も外からまあ応酬をして、競り勝つんですよね、これも山崎選手ね、ね、えー、見事でしたね、えー、ここでね、森田選手が仕掛ければよかったんですけど、やっぱりペースがね、2>, うね2コーナー、外を回ってしまいまして、えー、まく、あ、ることができませんでしたね。ここでね8番の石崎選手と 柳田選手コースがなかったですよね、もうここで、ね、本来なら突っ込んでってところだったんですけども、でもここからまたね中突っ込んでくるわけですからかなりのガッツがありますよね、えー、新山選手の後ろから、えー、山崎選手が抜け出して1着、ですねまあ、ここで、えー、新山選手とワンツーってことなんですけども、まあ、大槻選手も突っ込んできてますからね、うんまあ、この辺は、えー、なかなか見応えのあるレースでしたね。うんはい なんかね7番の松谷選手ね、バックはなんかもうそこからまくってもよかったと思うんですけどね、そうすると、その後ろにいた伊勢崎選手とかにもねちょっとチャンスが出てたかもしれないしね、あそこちょっと、単独になってたから、あそこ出ていってもよかったのかなとはね思ったけど、それはね、もう選手走ってる選手の気持ちだからね、ちょっともったいなかったかなてね。